はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語連体詞丸2をお送りします。で、前回からね、連体詞が始まって、今回で2本目です。で、今回は前回の内容のちょっと突っ込んだやつをやっていきます。で、ポイントに穴埋めはありません。で、問題がこっち側に8問ね、全部ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、その時にちょっと注意があって、この問題ですね、連体詞探してほしいんですよ。連体詞これかなってピーって引いてほしいんですけど、連体詞がない文があります。いい？あれ？これ連体詞なくない？っていうのは、まあ、例えばないとか、バツとか、そういうのをまあノートにね書いてもらえたらと思います。ちょっとそこ注意して解いてみてください。で、まあできそうな子はね、動画を止めてやってもらって、でちょっとね確認してもらって不安なのがあれば、今からね説明しながら問題解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ早速ねポイントの方から確認やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず連体詞が何かっていうのはね、前回やりましたので、あの樽の中とかやったでしょ？やったので、ここでまず確認していきます。で、まず、用言っていう言葉が出てきます。で、用言は、あのね、15番の動画、毎回15番言いますけど、あの表の動画の時には用言使ったんだよね。で、用言っていうのは、動詞、形容詞、形容動詞、この3つが入ってます。まだね、あの詳しくは取り上げてないけどね。で、その3つっていうのは、熟語になることができます。例えば動詞だったら、ほにゃららは、ほにゃららしたみたいな、まあすることね、ほにゃららしたっていうか、遊んだとか、まあ遊ぶとかのがいいか。まあそういう動詞、動きを表す言葉っていうのは用言なんだけど、それは述語になることができる。で、名詞代名詞、前やったね。名詞代名詞っていうのは主語になることができるでしょ。で、それがなるので、そこで連体詞と見分けます。実はですね、連体詞っていうのは、その用言とか名詞代名詞と若干判断しにくい問題があるんです。あれ？これどっちだ？みたいな。で、その時には、例えば、述語になることができたら、それは連体詞ではなくて用言なの。主語になることができたら、それは連体詞じゃなくて名詞になるんです。いい？連体詞っていうのは連体修飾語だから。体言があって、それを修飾するための言葉だから。いい？そこで判断してください。区別するときはね。では実際にさっき言ったようにね、連体詞を探して線を引いていきます。まず1番。いろんな珍しいものを集めた。ですね。で、これに関しては前回やったそのね、連体詞は樽の中ってやったでしょ？田型、ルガ型、野型、名型、その他と。まあその他だね。で、そこのを覚えてもらうと確かにわかりやすいです。簡単に解ける。なぜなら、そこで名型の中にいろんなってあったでしょ？だから、線でいいね。波線かと思った。このいろんな、これが連体詞になります。で、今回答えなくてもいいんですけど、これがどこのね、文節をね、修飾してるかっていうと、これはね、答え書かなくていいからね。いろんな珍しいじゃなくて、いろんなものをね、一応確認でね、ここを修飾してます。だから、あれが連体詞になると。いいかな？で、次は、あの人は優しいです。で、これも、野型の中に入ってね、あの。確か前回の板書は、あのはなかったかな。多分、このとそのと、例のを書いた気がするんだけど。で、あのももちろん入ります。だから、このあの。これが連体詞になる。で、あの、何なのかっていうと、あの人だよね。だから、人は、ここの文節を修飾してる。その連体修飾語になると。いいかな。で、3番。ある女性の話。ね、ある女性の話と。で、これも前回のる型の中に入ってました。あるがね、あったので、ある。で、これが連体詞。で、女性の。これはね、修飾してるんです。で、こうやると、ああ、前回のあれだね、樽の中知ってれば全然余裕じゃん、みたいな感じがするんですが、ここでちょっと引っかかる。4番。教室の端にある机。まあ、端っこにあるんだね、机がね。で、あ、あるあるだ。あるがあるっておかしいな。あるがあるので、まあ、いいか。で、あ、これ連体詞だとって引くんですけど、実はこれ連体詞じゃないんです。これ先に言うと答え×です。ありません、連体詞は。で、ここがポイントで、なんでこのあるはダメなのかっていうと、さっきのね、あれです。用言は述語になることができれば区別するし、名詞代名詞は主語になることができれば区別ができる。連体詞じゃないんだよってことがわかるのね。で、確かにこれ、
ある机って書いてるから、あ、体現やってるじゃんみたいな感じがするんですけど、ちょっと言い換えます。これって机が教室の端にあるっていうことを表してるね。言い換えただけだよ。机が教室の端にあるんです。つまりこのあるっていうのは机が教室の端にあるっていうことを言ってるので動詞なの。いい？じゃあそっちのあるはどうなんだと。でこれちょっと言い換えると、女性の話があるっていうことを表すあるじゃないよね。そのある女性へっていうことを言ってるので、それとはまた別の話になる。だからこれは連体詞なんです。ちゃんと女性を修飾してるから。でもこれは教室の端に机がある、まあね、机が教室の端にあると、その机があるんだよっていうことを言うためのあるなので動詞になる。だから動詞に、ね、なることができる、要件がね、述語になることができているので、これはどまで、ね、述語になることができるので動詞だというふうになる。だから区別をして連体詞じゃないんだよってなります。ごめんね、ちょっとね、外で変な音が鳴ったので反応してしまった。いいかな。で次です、5番。それは姉のカバンだと。でこれはですね、答え方書いちゃいます。これありません。でなんで取り上げたかっていうと、連体詞の中にコスワード言葉、指示語だねが入ってるじゃないですか。あのとか、多分あるとか、そのあがついてたり、まあこがついてたり、そういうのが入ってくるので、たまにですね、このそれっていうのが来ると、あ、連体詞かもって思って引いてしまう子がいるんですが、これ連体詞に入らないからね。それはっていうのは主語になってるので、いかん、そこに気をつけてください。で次です、小さい本棚を買ってきた。いい？小さい本棚を買ってきた。でこれもですね、答えから言っちゃおうか。答えから行くと×なんです。でどこで引っかかるかっていうと、これは樽の中を覚えておくとわりかし引っかかんないんですけど、これがね引っかかりやすい。小さい、いい？でなんで引っかかるかっていうと、その樽の中シリーズの時の長田のところで、小さなっていうのはこれ連体詞なんです。だから小さな本棚を買ってきたって言ったらこれ連体詞になるの。でも小さいになると、いで終わってるのは形容詞なんで、そう、また変わってしまうと。いいかな。あ、これ形容詞になる。ちょっと書いておこうか。まだ取り上げてないけどね、形容詞はね。なので、まあ、ここね、地味な区別ですけど覚えておいてください。でこんなんで引っかかるともったいないからね。で、次が、いろんな絵を描いた。これね、ワードちょっともう一回入れました。またいろんなが出てきてるね。で、これ答え、いろんな OK です。で、いろんな何かっていうと、いろんな絵だね。だから、ここの絵をっていう、この文節を修飾してる。これが連体詞になります。で、まあ、よく出てくる問題を最後に取り上げます。いろいろな絵を描いた。ここの2個ほぼ同じだよね、意味ね。いろんな絵を描いた。いろいろな絵を描いた。お、なで終わってんじゃん、長田じゃねって言って書くと、これ×くらえます。これね、答えないんですよ、連体詞。いろいろなっていうのは連体詞にならないんです。これがめんどくさいんですよね。で、結論から言うと、これですね、まだこれも取り上げてないんだけど、いろいろなっていうのは形容動詞になります。で、もともとはいろいろだっていう言葉なんです。それが変化したものな、いろいろなっていうのは。で、ちょっと違和感のある日本語かもしれないんだけど、描いた絵はいろいろだっていう、それがいろいろだって最後で終わることができるので、述語になれるのね。いい？だから、まあ形容動詞なのでっていう感じでこう引っかかると、あ、引っかかるとか区別をするといいんだけど、まあこうね、聞いてんって思うことは、思うね、人はいろんな、これは連体詞に入る。でもいろいろなはもともとがいろいろだなの。だから形容動詞なんだって覚えちゃってください。こっちはいろんだっておかしいでしょ。いろんなだはダメだからね。ながだに変えなきゃいけないんで、いろんだはおかしいから、これは連体詞でいい。でもいろいろだって成り立ってしまうので、こっちは形容動詞になります。ちょっとね、ややこしいと思うんですが、覚えてしまえばわりかし取れる。こうやってね、なんか引っ掛けがはっきりしてるとこなので、まあ、これをね、覚えておいてください。では、今回は中学校国語連体詞丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回は、連帯詞から変わって次副詞になります。ね、また副詞を取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。